北見市中心市街地北見市は北海道東部に位置する市、オホーツク総合振興局の中核都市、オホーツク海沿岸から赤北峠まで東西約1 1 0キロメートルに広がっており、北海道で一番広い地方公共団体である。北見市街、北見の名の由来は明治政府から国名を諮問された松浦武四郎がこの地を従来から 北海岸と唱えてきたので北の文字を用い、カラフト島が海水の日には見えるので、北見としてはどうかと進言したことによる。旧北見市は、商工業、サービス業、丹納町は、農業、所町は、漁業、農業、ルベシベ町は、林業、温泉を中心に発展した。各地域の特性によって、北見市は、玉ねぎの生産量、出荷量、 白花豆の生産量が日本一となっており、ホタテ漁が盛んで、ホタテ養殖発祥の地にもなっている。また、ピアソン記念館や輪っ火原生花園、の所遺跡を含む、オホーツク沿岸の古代遺跡群は、北海道遺産に、北見の発火とハーブは、環境省による、香り風景百選に選定されている。ルベシベのツ,ツジ山に自生している、エゾムラサキは、 日本随一となる筒ツツジの名所で北海道指定天然記念物になっている。スポーツ合宿の誘致に積極的に取り組んでおり、夏はラグビー、陸上競技、野球、冬はスキーなどで北見を訪れている。ところ自地区は旧ところ町時代からカーリングの町として知られており、区域内にカーリング専用施設があり、住民らによる カーリングチームとリーグ戦もあり、多くのカーリングの五輪日本代表選手も排出している。2018年にピョンチャンオリンピックで日本のカーリング史上初のメダルを獲得したロコ、ソラーレもところ自治区を拠点としている。また、人口に対する焼肉店の割合が2018年時点で道内最多である。北見市中心部周辺の空中写真。 2015年7月17日撮影の32枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。北見市は北海道東部の東大雪山系三国山を源流とするところ川、向川流域に位置し、北見盆地を経て、オホーツク海に至る東西 110km ある地域となっている。 ところ自治区は、オホーツク海とサロマ湖に面しやバシリ国定公園となっており、サシに広がる、ワッカゲン製花園は、北海道遺産に選ばれている。河川湖症植生オホーツク海気候に属し、梅雨や台風の影響を受けることは少なく、北海道内では、温和な気候となっている。気温は、年間を通して、寒暖差が大きく、冬季には低く。 摂氏25度まで冷え込むが夏季には、摂氏35度前後となることもある。降水量は年間約800ミリメートル、平均最深降雪量は71センチメートルと、北海道内では比較的少ない地域となっている。網走地方気象台による気象の細分地域は、北見市ところが網走地方西部、それ以外の地域が北見地方となっており、 地震情報の地域は北見地方に区分されている。役所解体前の旧市庁舎1980年代から市議会にてたびたび取り上げられてきた市庁舎建て替え問題は1994年に当時の市長、福島忠氏が本館の建て替え構想を打ち出して議論が本格化した。1995年の市長選挙では市の財政状況を踏まえた上で 先送り論を掲げた小山健一が現職を破って当選。後に小山は財政状況改善を理由に建て替え論へと方針転換するが1999年の市長選挙で建て替え凍結を主張した神田隆二に敗れた。神田は北未東急百貨店が撤退した町北大通ビルの空きスペースを市長者に活用しようと考え、 2008年に自ら辞職して、民意を問うことにした。ところが、視聴者周辺に、小さな庁舎を建てつつ既存の施設も活用することで、経費を抑えることを主張した、小谷ごとび子が当選した。小谷の分散移転構想は、市議会の支持基盤不足により頓挫し、市議会の意見により待ち来た大通ビル移転へと話が、進んでいく。この間、 2011年には老朽化により、旧市庁舎が解体されて、約10カ所の仮庁舎に分散した。2012年の市長選挙では一組直しによる費用削減を唱えた桜田雅人が当選。桜田は市民温水プール建設地を市庁舎の移転先に検討すると発言するも、これを数日で撤回。商業組合から町来た大通ビル臨設地の 売却を持ちかけられたことにより、市町社新築による移転計画を策定した。市町独自の自治区制度、自治区に関する Q&A 参照、市町村の合併の特例に関する法律により、日本の市町村の配置文号が進んで、北見地域でも2006年3月5日に、新・北見市が誕生した。しかし、合併特例法による、地域自治区とは異なって、 特段期限を設けずに、自治区と特別職の自治区長を置く方式で合併した。北見市の自治区制度とは、地方自治法に基づき条例を制定し、自治区を設置するもので、自治区には、総合支所、町づくり協議会、自治区長を置くこととしている。市議会、議会事務局参照定数同議会衆議院、独立行政法人特殊法人等、 認可法人運動施設北見自治区丹野自治区、所自治区ルベシベ自治区、姉妹友好都市、国際交流参照海外国内北見駅前の国道39号を法津区県の中心都市であり、産業別の就業者数は、第1次、産業7.6%、第2次、産業18.8%、第3次、産業73.6%となっており、 北海道内の主要都市を比較すると第一次産業の割合が高くなっている。農業農業においては、玉ねぎの生産量、出荷量が日本一となっているほか、小麦、天才、バレー賞を期間作物として米、豆類、野菜などの作物や畜産を含めた多様な経営が行われているが、農家個数は年々減少している。酪農、肉用牛の生産は、 農業全体の約20%を占め、畜産物を通じた加工食品の生産などが産業を支えている。漁業漁業は、オホーツク海とサロマ湖を漁場にホタテ、カキ、サケ、マスを中心とした沿岸漁業で作り育てる漁業も行っている。工業は地場産業の中核として、新製品開発や技術力向上に取り組んできた。また、 地域の主力産品である玉ねぎの工事加工、水産資源の加工、木材資源の加工に関連した企業が集積しているが、こちらも事業所数、従業者数ともに減少している。商業は、北見市の卸売業、小売業の年間販売額はともに減少傾向にあり、事業所数、従業者数も減少している。観光業においては、 サロマ湖やオンネ湯温泉を中心に年間約150万人の観光客入れ込みがある。しかし宿泊者数は年間のべ約45万人前後で推移しており、いわゆる通貨型の観光地となっている。商業施設ショッピングセンタースーパーマーケット、営業終了した金融機関50音順に新聞社放送局、電力ガス上下水道北見工業大学生門、保育園、 認定子ども園、幼稚園、小規模保育施設一覧参照、保育園、認定子ども園、幼稚園、小規模保育施設一覧参照、保育園、認定子ども園、幼稚園、小規模保育施設一覧参照、保育園、認定子ども園、幼稚園、小規模保育施設一覧参照、北見駅北見、バスターミナル、北見市ところ交通ターミナルと、 北見市営バス場外離着陸場廃止された路線北海道北見バスが北見バスターミナルを中心に市内線、郊外線を運行する。旧北見市域と旧所町域ではサロマ町ふれあいバス、旧所町域ではしりバスと北見市営バスも運行している。都市間高速バスは札幌市方面、新千歳空港方面、旭川市方面、 串路市方面と結ばれる。札幌市方面は、北見特急ニュースター号が2021年9月10日より、運行を開始し、既存のドリーミントオホーツク号と競合する。高速道路国道道道道の駅、指定文化財参照国指定道指定市指定ところ、遺跡は、縄文時代、俗縄文時代、薩門時代、オホーツク文化、アイヌ文化にわたる遺跡であり、 戦手をオホーツク海沿岸の狩猟採集社会を残している。2007年に北見市は、私別遺跡群のある私別町、北海道とともに、北海道東部に、くぼみで残る大規模縦穴住居跡群の名称で、世界文化遺産暫定一覧表に記載する提案を文化庁に行い、記載に値する候補と位置づけられた。 北見自治区、丹野自治区、所自治区、ルベシベ自治区、北見は、玉ねぎの生産量、出荷量が、日本一であり、オニオンスープ、ふりかけなどの各種加工品がある。かつて世界生産のおよそ70%を占めていた、北見の発火は油、オーガニック化粧品、食品、雑貨などの製品やハーブ製品を販売している。丹野ではチコリを生産している。ところは、 ホタテの水揚げ量が日本有数の地かつホタテ養殖発祥の地であり、干し貝柱やくん油付けなどの水産加工製品がある。ルベシベはインゲン豆の一種である白花豆の生産量が日本一となっており、缶納豆は特産品となっている。また、木工の町として栄えたことを活かした木工加工品や木工クラフトを販売している。 オホーツクビールは北海道内発の地ビールで、1994年の酒税法改正に伴い日本国内で最初にビール製造免許申請を行い、同年12月にエチゴビールとともに免許取得第1号となった。また、北見市内には焼肉店が多く、人口一人当たりの店舗の多さは日本一とも言われている。毎年2月には、 北見の焼肉文化を PR しようと転勤族の発案から始まった北見玄関の焼肉祭りを真冬の屋外で開催している。2007年には旅行雑誌「北海道ジャランの提唱によりご当地グルメおほうつく北見塩焼きそばが誕生 B-1 グランプリにも参加している。おほうつく北見塩焼きそば応援隊はご当地グルメで 町おこし団体連絡協議会に加盟している。1985年に旧北見市が明治大学ラグビー部の合宿を誘致したことをきっかけにラグビーをはじめとした各種スポーツ、合宿事業に積極的に取り組んでいる。また、近隣市町村と連携したオホーツク地域の活性化策として道内外より多くのアスリートが集まるスポーツ振興を行っている。 旧所町はカーリングが盛んな地域であり、多くのオリンピック選手を輩出している。1980年に北海道とカナダアルバータ州とのスポーツ交流事業が、十勝の池田町で開催され、そこで紹介されたカーリングを、所町からの参加者が、待ち後に手作りの用具で始めたことから広まり、同年には、所町カーリング協会を設立。 1981年には専用リンクを作り、第1回 NHK ハイカーリング選手権大会を開催し、1988年には日本国内初となるカーリング専用ホール、ところ町カーリングホールがオープン。1989年には第44回国民体育大会デモンストレーション競技としてカーリング競技を開催した。 1998年の長野オリンピックでカーリングが正式種目に採用されると日本代表選手に当時人口5000人の9、所町から5人に選ばれたことが話題となった。2013年には世界カーリング連盟の定める国際基準を満たす施設、アドビックスところカーリングホールがオープンした。50順政治、経済学術、文芸芸能。 マスコミスポーツカーリング。内は出場したオリンピック行政産業観光。ありがとうございます。